20時からクイズ座違和感に出演しますイエーイ。はい、クイズ座違和感出演しますそう、ひーちゃんはクイズ座違和感の結構常連さんでよく出てるけど、私はね 初登場で、はい、やらせていただくんですけども、はい、違和感をね察知できるように頑張りました。はい、初参加です。そう、びっくり。しかも2時間スペシャルだし、そう、ぜひ皆さん見守ってください。うんうん見ますだって。いや、嬉しいです。そう、前田敦子さんと一緒にね、前田敦子さんとも一緒に出演で、そう、めっちゃ可愛くて、前田敦子さんが、しかもめっちゃ優しくてね、なんかやっぱアイドルだなって、そう、私の中のアイドルだなって思いました。うん、ぜひその絡みもねお楽しみにです。うん、そう、今日はね朝から撮影があったんですけど、その撮影もめっちゃ楽しくて、初めての感じで、そう、すごい楽しかったので、またねお知らせできる時が来たらするので、お楽しみにしててください。今日朝早かった。もうね、帰りのバスでずっと爆睡した。もうバスが発車した瞬間にね寝たマジで。早起き頑張ったよ。うん。で、今日はね帰りにね、なんかフルーツサンド屋さんがあったからフルーツサンド買って帰った。いちじくのフルーツサンドと、あのパンの煮込みご飯。サバの、そう、めっちゃ美味しくて、そう、もうお腹いっぱいで。皆さんも夜ご飯食べました？食べたかな？まだだって。あら、もう夜ご飯の時間なので、皆さんぜひ食べながら聞いてください。あ、みおちゃんからアベメイって言われたでしょ。だって、え、なんで知ってんの？なんか最近、なんか下尾にねめっちゃアベメイって呼ばれるんですよ。アベメイだからみたいな、アベメイがなんとかだからねみたいな感じで、ん？ってアベメイみたいな、え、アベメイの話してたっけみたいな、うん、で、あ、え、アベメイみたいな、あ、間違えた、お代理だみたいな感じの、この前のあのタイムリープガールの時も言われて、まあ、その、まあ、1回だけだったら、そう、まあね、下尾とアベメイずっと最近一緒にいたからしょうがないなと思って、そう、でも今日もまたなんかアベメみたいな感じに言われて、なんか、え、みたいな、え、に、え、またみたいな、またアベメって私はお代理みたいな、お代理だけどみたいな、そうそう、アベメね、私も遊ぶ約束してたけど、お仕事で
遊べなくなって悲しい。またアベメイがねこっちに来た時には遊びたいなと思います。そう、8年目なのに名前を間違えられてた。ね、アベメイさめっちゃ綺麗だよね。なんかツイッターやってるからさフォローしてるけど、めっちゃなんか美人さんっていうか、なんかめっちゃ綺麗な、そう、女性の方になった。もともと可愛かったけど、なんかおしゃれ。うん、みゆちゃんが野田飴のイメージあるって言ってたよ。だってそれ今日言われた。下尾にみゆちゃんがお代理に寝顔写真撮られたって言ってたって。いや全部言っとるやん。なんかね、私野田飴よく持っててるし、よく舐めてるんですよ喉。そう、よく声使う、なんか演技とか舞台とかやってたし、やっぱ歌もねよく歌わせていただけるから、なんか喉大事にしなきゃいけないから、よく龍角散とかあの蜂蜜の飴とかめっちゃねいつも持ってんだけど、そう普通に喉もね弱いから、そういうのねずっと舐めてんだけど、いやなんか神奈川ツアーの時になんか結構本当に喉の調子が悪くて、ずっとね喉のマスクでつけてレッスンしてたり、そうなんか喉スプレーしてたりずっとしてたんだけど、で下尾がねその日の朝にお代理頑張ってねって言ってなんか飴くれて、えみたいな、え何この飴ってやったら、そのど飴だよって言われて、そうえのど飴みたいな、えありがとうって、よくなんか見たら、よく見たらなんかミルクの飴って書いてあって、えみたいな、えミルクの飴って、えこれのど飴なのって思って、よくね見てみたけど全然のど飴って書いてなくて、ただのミルクの飴だった。これです。まだ残ってる一個だけ。これ。ただの飴でした。そうでも美味しいからありがとうみたいな、なんかありがとうって、そうありがたいじゃん普通に。美味しいから。でものど飴ではないけど、まあ、今下尾がのど飴の話してるだって。いっぱいそう思ってたから、そう今日の下尾の言い訳はあの時はって、お代理はなんかすごいいっぱいもうのど飴制覇してるから違うのあげてみたみたいな絶対後付けの理由なんだけど、そうやってフォローしてきてくれた。うん、みゆちゃん目もそなして、あすごいな、なんか伝達係がめっちゃいる。でもね3日間下尾と同じだったんで楽しかったです。イエー。最近化粧してるね。だって最近仕事があるから化粧してる。今日のメイクのポイントは特にいつも通りです。いつも通り
でも今日朝メイクして全然直してないけどね、全然いけてる、まだ取れてないメイクが、ちょっとぐらいしか崩れてない。私ほんとマジで、うん、いや私はもうね、なんかまつげ上げてる。雑っていうかマジでなんか丁寧なんだと思う。みんながすごく丁寧な分、私はもうほんともう超早い。なんか私も丁寧にやってるつもりだけど、なんかねみんなより本当にマジでスピード早いの。うん、そう。でもなんか時間がさめっちゃあるとさ、一回完成したって思ってもなんか数分後とかにあれちょっと足りないかもって思って足しちゃうことはあるけど、別にそう全然もうすぐ終わる。うん、なんかメイクあるあるなんですけどね、服選びは遅いよ。服選べないもん私。服選ぶ、なんか私服選ぶとか鬱になる、やむ、誰か決めてよって思っちゃう。もう服とか決めんのが本当に、今日も服何着てこうって考えるだけで本当に辛かっただから前は、昔は握手会とか本当私服が嫌で、前日にマジで泣きながらなんかお洋服屋さん行って服買ってみたいな、もう本当にマジで私服が嫌だったの本当に。今も名残ある。今日だって寒いじゃん、突然寒いからさ、まだ衣替えもしてないからさ、服がなくてしまってあるから、そうだからもうほんと何着ようって思って、てか今日寒いのかなみたいなで悩みすぎて、しかも朝早いし、朝は寒いけど帰りになったらどうなんだとかっていっぱい考えて、本当に何着ようって思って、もう疲れた、その疲れる本当に服選ぶの。あとコーディネート対決とかめっちゃ嫌いアンロケでコーディネート対決した時本当に嫌すぎて、もう本当にマジで嫌だったそう考えすぎなんですけど、そう本当にあの時は本当に嫌だったうん、そう服選び苦手です。だからワンピースが好きなんです。だって選ばなくていいじゃん、もうそれを着ればもう解決ぞろりだから、あのワンピースが好き。でも最近着ないけど、最近ズボンばっかり履いちゃう。なんかズボン履いてワンピース着てないじゃん、だって怖い怖い、なんかもうプライベート知ってる人みたい、怖い。そうでもワンピース着ますこれから。そう困ったらワンピースでいいかってなる、わかる、めっちゃ。そうワンピース好き、しかもなんかそうワンピース普通に好き。スタイルミキサーのワンピース可愛かった、だってね、あれ可愛いよね。またねスタイルミキサーのワンピース買おうと思ったんだけど、ちょっとやめといて一回
旦保留。8時から塾あるので見れないよ。お、じゃあぜひ録画を録画して見てください。なんか最近買ったズボンはね、なんか丈がすごい短かったの。なんか試着してみてなんかいっかって思ったけど、実際履いてみたら丈が短くて、でも M とさ L?S と M? なんか S だったらウエストがぴったりだけど丈が短くて、 M だったらウエストは緩いけど丈がぴったりみたいな、なんかそういうバランスがあってね。そう、なんか難しい。ちょうどいいサイズがない。そう、でもそう最近買ったズボンはウエストに合わせて買おうって思って買ったるけど、やっぱ丈が短いなって改めて思った。うん、ね、丈優先にすればよかったな。そう、でもウエストはなんかベルトとかしない方が可愛いズボンだったから、なんかそうウエストに合わせちゃった。うん、頑張ってください。だってありがとうございます。頑張ります。そう、でも服によってマジで SML さ、なんか着方によって欲しいサイズさ変わるよね、みんなも。だって私もめっちゃ女の中では背高い方だけど、 L の服も着るし M も着るし S も着る。そうだから難しいんだよね、服のサイズってね。自分がどう着たいかだから。うん、難しいサイズって。綺麗すぎて酸欠になりそう。息吸ってくださいちゃんと。うん、ね、ズボンは難しい、丈が。ほんとクイズ違和感録画したよ。だってありがとう。じゃあ録画もして、リアルタイムでも見てください。そうでね、何恋の衣装の靴もね、私最初 L がL だったのね、最初 L のところだけど、 L だったらマジでブカブカで、いや L じゃないなって思って M 履いたのね。で M もブカブカだったわけ、靴が。
って、え、じゃあ S って思ったけど、 S だったらきつかったの。え、どうしようって思ってね。そうそう、だからでも S はちょっとブカブカだ、ブカきついから、そうちょうどいいやつがないって思って、だから M に中敷き入れてやってました。そう、そう靴はサイズ合わないと本当にね大変、踊れないし歩くのもねちょっとむずいから、うん、腰、靴が合わないと腰も悪くする。確かにね、合わないもの履いてると体おかしくなるよね。私はね一昨日から寝る前にねストレッチして寝てるんです。 YouTube でなんかストレッチみたいな動画見ながら一緒にね動いて寝てる。一昨日はね腹筋10回ぐらいしたんですよ。で明日もやろうと思ったけど、昨日はストレッチだけして、あ、明日朝早いんだったって思って寝たんだけど、うん、そう、でもやっぱねストレッチするとなんか体軽くなるなって思う。ね、ストレッチ大事本当に。私腕立て伏せできないんですよ。苦手、腕立て伏せ。どういうストレッチ動画見てるの？ズボラ、ズボラ、ズボラストレッチ。なんかめっちゃ再生回数多かった。え、違うの、たまたまね再生回数多いのを見ようと思って1000万回の再生されてる動画見たら、なんかズボラストレッチって書いてあって、そう1000万回か。そうだから、そうなんかでもねめっちゃねコメントとかもめっちゃ盛り上がってて、めっちゃ再生されてるし、そうだから皆さんもおすすめです。でもやってることは別にズボラじゃないよ。ズボラストレッチって感じじゃない、普通のマジでガチのちゃんとしたストレッチ。私普通にマジで運動してない。だから昨日もお母さんに、なんか太るね、将来太ると思うって言われて、そう確かに私本当に普段運動しなくて、今はそんなね太ってはないと思うけど、マジで食べてるだけの生活なんですよ私って。本当に歩かないしステージで踊る時しかね本当に運動してないんですよ。あと遅刻しそうな時走るとか、そんぐらい。だから将来本当に30代とかになったら太るよって言われて、
も私も確かにって、うん、うん、マジで歩くの本当に苦手なんです私。そうだから普段運動しないさすぎてね、やばい。だからストレッチしてます。めちゃくちゃスポーツ少女のイメージだった。いやいや、マジでスポーツ苦手。そう、でも脳内ではジム行ってるから、ジムは行きたいって結構数年前から思ってて、まあ、まだ行ったことないんだけど、でもまあ脳内ではジムたまに行ってるから、うん、それが生きてんだと思う。そう、イメトレ。そう、ジム本当行ってみたい。あのさ、あのその場にいるのに走れるやつあんじゃん、あれをちゃんとやってみたい。え、あるよね、その場にいるのに走ってるやつ、ランニングマシーン、あれやってみたいんです。うん、チャリこぐの好きそうだって。え、チャリこぐの好き。マジで2年に1回、3年に1回ぐらいしかこがないけど、なんか風を感じてさ、なんか私青春してるって感じになるから、チャリンコ好きです。なんかチャリンコってマジで青春ですよね。うん、うん、2駅前で降りて歩くだって。え、すごっ。え、本当にすごい、そういう人。なんかさ、2駅、なんか駅から駅までさ電車乗らないで歩くとか、マジですごい、偉い。だってお金もね払わなくていいし、自分が運動してね、自分にもいいし、本当に偉いと思う。私はね、無理だな、歩くのが本当に苦手なの。うん、東京駅から秋葉原まで歩くだって。え、何分ぐらいで歩けるの？東京駅から秋葉原？20分ぐらい？わかんないけど。まあまあ距離ある。え、1時間？ 3
30分、いやみんな言ってること違いすぎて、この前そう長谷川れなちゃん、今声優をやってる長谷川れなちゃんとご飯に行ったんですよ。でどこで食べるってなって、なんか銀座で食べたんですけど、ザ銀で、そうおしゃれと思って、やっぱもう大人になったから、そうなんかおしゃれなところ行こうってなってね、そうザ銀でねご飯食べたんですけど、うん、いやお寿司じゃない、ザ銀でシースーじゃないんですけど、そう美味しそうなスープだった、あれはカレーです、カレー、そう普通にカフェでご飯食べたの、普通に全然高級料理とかじゃなくて普通のカフェで、そう食べて、だからどうしようみたいな、歩きましょうみたいになって、銀座から東京駅まで歩いた、でも歩ける距離だったからびっくりした、なんか銀座と東京駅って近いんだって思って、えマジで知らなかった、あんな近いのうん、ね、あんな近いんだ、確かに東京はね駅と駅の間隔がねすぐだもんね、トゥン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 って、でもなんかさ、なんか線路沿い、なんていうんですか、なんかお店がめっちゃあった、線路の下のところにいっぱい焼き鳥屋さんとかなんとか屋さんとか、高架下にめっちゃお店があって、そうすごいって思ったうんうん、有名だよ、だってそうなんだ、そうめっちゃずらーってお店あった、有楽町の高架下は有名なのに飲み屋が、そうなんだ、めっちゃお店あるって思って、すごーって思ったうん、知らなかった、ね、いろんな発見があった歩いてみて今日本当に帰りのバスでずっと寝てて、あのねもうバス出発してお願いしますって言った瞬間に多分寝て、なんかもうすぐ着きそうって時に起きたの、だから途中のねもうマジでずっと寝てた本当すごくないですか、そう目が覚めたらもうついてた、
声かすれ気味なって。そうなんです、声が、喉の調子が朗読劇ぐらいから、朗読劇の前日ぐらいから良くないんですお、タワーだ。マッカーシーアットおだしさんがタワーを建ててくれました。イエーイ、ありがとうございます。お城じゃあみんなでお礼言いましょう。マッカーシーアットおだしさん、ありがキャッスル、イエーイ、ありがとうございますキャッスル、キャッスル城行ってみたい。半袖寒くないのだって。待って、長袖です袖あるから。どこのお城だって。おすすめのお城あります？姫路城、首里城、松本城、小田原城ね。小田原城行きたい。なんかお城行きたいな。シンデレラ城も行きたい。こんばんは、沖縄から見に来たよ、ありがとう ガラスの靴 M サイズですか？ノーノー、 24.5、 あ、間違えた、24、私 24.5 じゃない。 I'm from Indonesia、 わお、テレマカシTGC カード当たって飛び跳ねたよ、だって。おー嬉しい。 TGC のカード出るのはあさってまでなので、皆さんぜひね、この記念のカードを、フォーチュンクッキーをぶち割って、ぜひカードゲットしてほしいなって思います。私もね、たくさんドボン、明日はお休みだからたくさんドボンしたいなって思うのでお願いします レアすぎてる、だってね、だって 1% の確率だもんね、すごい。ハロー from Jupiter うーん、クイズ出るんだ、だって。そうです、クイズ座違和感20時から出ます、見てね。
AKB ワールドばっかりやってますって。え、嬉しい。 AKB ワールドも楽しんでください。ワールド前回のイベントりちゃん1位になったよね。再生回数が多かったね。たくさん見てくれた方がいるんだよね。ありがとう。でも AKB ワールドのね、その動画の収録ね、私めっちゃ上手でね、めっちゃ褒められたの。なんかヘアメイクさんに、なんか本当になんか一番早いみたいな、撮影なんかやっぱそう若い子とかだと全部はねアドリブだから、あれなんかこういう感じのセリフでって言われて自分で考えて言うんだけど、なんかそうだからね、若い子たちだったら何言おうみたいな感じでまず時間がかかるしみたいな感じ言われたけど、もう私はそうなんかね、そうアドリブもう考えてそれを言えばいいっていう頭の中だから、そうそうだからね、すごいすぐ終わった撮影。多分結構めっちゃ巻いたと思う。まずなんか1回目の AKB ワールドの撮影がスモールワールズのアンバサダーの就任式と同じ日で、だから巻かないといけなくて、もともと撮影をだから私めっちゃ優先的に撮影させてもらって、だから多分2時間ぐらい巻いた。そう超急いで、そう頑張って、そうで2回目の撮影もそう結構すぐ終わった。うん。え、生写真の撮影もめっちゃすぐ終わる。すぐっていうか、うん、結構早い方だと思う。私早いし、でもなるみがマジで早い。なるみ早い、私も早いけどなるみも早いっていうイメージ。うん。でも私は絶対早めに終わると思う。うん。そうスタッフさんもね、そうね、私がせっかちっていうのもあるかも。だけどやっぱね、早く終わらせた方がスタッフさんもねいいかなと思って、なるべく衣装着てる、生写真の撮影とか衣装着てる時はなんか自分のことはしないかな。もう衣装着て撮影したら、まあ、ちょっと自撮りして次着替えてぐらい。うん。せっかちなイメージ全くないよ。だって、いや私マジでせっかち、エレベーターもめっちゃ連打するし、せっかち、うん、まあのんびりする時もあるよ。ぼーっと、私ぼーっとしちゃう
ことも、いっぱいあるから。でも基本せっかちだと思う。うん、うん、外歩くときも早いの？だって。いや、あんまり気にしたことない。前歩いてる人どんどん抜かしたくなる、だってならない。めっちゃお腹なんだけど、消化中。聞こえた。だって今何分だろう、7時50分とか。お、すごい正解だ。やばい、私時間当てるの感覚が戻ってきた。実況はねできないの、私の部屋にテレビがないから。だからね、皆さんおのおのでぜひ見て楽しみましょう。うん、でも楽しみ、嬉しいですね、こうやって出演できて。衣装好きだってね、あの衣装かわいい。ゴールデンタイムよ、ドボンじゃない方よ、だってね、8時、すごいありがたいですね。あ、24日はなんと、また何回だって恋をする公演に出演させていただきます。イエーイ。しかもVR 会員限定様、あ、 VR 会員様限定公演なので、はい、ぜひね、見たいよって方はぜひぜひ VR 会員にねなって、ぜひ劇場に来てくださったら嬉しいなと思います。DMM じゃダメなんです、これは DMM 会員じゃなくて、今回は VR 会員様限定公演。うん、劇場で VR つけてみるの？だって。そうだよ。そうです、そう、みんなで目の前で私たちが歌って踊ってるけど VR つけて見る公演。
それなら劇場じゃなくてよくないだって。いやでも劇場でそれを見るのが、まあ、好きって方もねちょっといるので、はい、今これはね、まあ、ちょっとアメリカンジョークなんですけど、そうあもう全然裸眼で見る公演です。あのメガネもあり、そうなので、そう VR はあの VR つけないですVR 会員様だけが応募できる公演なので、はい、あの VR をつけてご覧になるとかではないので、はい。55分だよ、だって。あ、じゃあそろそろ配信をね終わりたいと思います。このあと8時からはねクイズ座違和感見てください。じゃあ最後におランキングを読みます。いきます。13位日野と、12位ハードな岩圧倒だし、11位ごめん先生、10位ブッフォン99、9位ソニー圧倒だし、8位ボマ、7位マー圧倒だし、6位ホリケン、5位クルリン、4位ひとくまさとる、3位なおなお、2位カンタアットカンカン、そして1位はマカシアットおだし。ありがとうございます。はい、じゃあではこの後は8時からクイズ座違和感見てください。ではまた明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。